ウォッチモジョへようこそ。今回は本当は仲が悪い映画のキャストトップ10をご紹介します。 We're not gonna join. ここでは仲が悪いと言われる噂の俳優たちを見ていきましょう。第10位、キルビル。クエンティン・タランティーノ監督と主演のユア・サーマンの関係は、キルビルの制作が2本の映画に分けられてしまったことで一気に悪化しました。そして彼女はエル役のダリル・ハンナとも仲があまり良くなかったとか。 I might never have liked you. In fact, I despise you. カンヌ国際映画祭で続編が公開されるまで、この2人には完全に別のテントを用意しなければならなかったと言われています。 She must suffer.Her last breath. 噂されている第3作にどう影響するのでしょうか。第9位、何がジェーンに起こったか。ハリウッドで有名なライバル関係といえば、ジョーン・クロフォードとベット・デイビス。実はこの争い、撮影よりもずっと前、両スターが俳優フランコット・トーンを奪い合っていた頃に始まったものなのです。 They didn't want to show my film.They were too busy giving a big build-up to that crap you were turning out. 2人はついに映画で共演することになりましたが、スクリーン上でのやり取りはちょっとリアルすぎたようです。Don't worry, Miss Blanche. I'll get you down from here. I know, Miss Blanche, I know. You just rest easy. デイビスは主演女優賞にノミネートされていましたが、受賞したのはアンバン・クロフト。彼女の代理人としてクロフォードがオスカー賞を受け取りました。 All this time we could have been friends. 第8位、セックス&ザ・シティ。女性の友情がメインテーマの裏で主役2人が争ってるなんて。その原因はキム・キャトラル。かつての共演者のほとんどと仲違いしている中で、特にサラ・ジェシカ・パーカーと仲が悪かったと言われています。サラがエグゼクティブプロデューサーへ昇進することが分かった際、キムがギャラアップを要求したことが原因だと言われています。これを発端にエミー賞でも彼女と同席することを拒否したほどでした。 One more person calls this a cat fight. Oh God. I'm not in a fight. I've never fought with Kim. 2作目でのサラとキムの険悪さの報道もありましたが、このシリーズは映画化もしています。 Oh, that's nice. That should take the edge off the reviews. 現在も不仲は続いており、3作目の可能性は何度も潰されています。第7位、フィフティシェイズシリーズ。スクリーン上で恋人同士を演じているにもかかわらず、ジェイミー・ドーナンとダコタ・ジョンソンの関係は友達とはほど遠いものでした。2人の相性は悪く、撮影現場で一緒にいることを嫌っているという噂は第一作目を悩ませます。 You wanna leave? Yes. But your body tells me something different. しかし PR 巡業をきっかけに2人は絆を深め、確執の話はゴシップとして片付けられていきます。初期のインタビューを見るとぎこちなさが残っていることは否定できませんけどね。 What board game would Christian and Anna play on a rainy night? Risk.第6位、マジックマイク。アレックス・ペティファーが続編でアダム役を頼まれなかった理由は、撮影現場でほとんど誰とも話さずにいたことだと言われています。ことの発端はスティーブン・ソダバーグ監督が気難しいと評判のペティファーの起用を主張し、テイタムの意向に反したことからでした。 Nobody walks on water on my team. テイタムの友人からアパートを借りていたペティファーが、家族に不幸があったと家賃を滞納したことで事態は最高潮に達します。 You know, Primo, if you want, I can talk to my guys and we can try to get him another day. And what the f*** did I do? He doesn't have it. Hey, look, I just hate to see you doing this. ペティファーは自分の非を認めましたが、続編への出演依頼には及ばなかったようです。 I'm gonna pay you back every last cent. I want you to know that. All right.第5位、ロミオとジュリエット。歴史上最も有名なカップルを演じながらも、クレア・デーンズとレオナルド・ディカプリオは仲が悪かったようです。Thus from my lips, by thine my sin is purged.
than to have my lips listen that they have took? 撮影現場でのレオのいたずらにクレアが激怒。一方のレオも嫌になるほど真面目な女とクレアを非難。そしてなんとクレアはクリント・イーストウッド監督のディカプリオと共演するオファーを断っているのです。 My wife, death that hath sucked the honey of thy breath hath had no power yet upon thy beauty。 ホームランドの主役を優先するためと言われていますが、真相はどうなのでしょうね。第4位、ブレイド3。ウェズリー・スナイプスは本作品の撮影中に誰からも相手にされなくなったとパットン・オズワルトが語っています。 Electronic pistol comes in a variety of tasty calibers。 スナイプスは毎日マリファナを吸い、撮影現場ではシラフではなかったとのこと。常にブレイドのキャラクターになりきることを決めていたのだそうです。 He would communicate with post-its that he would give to the director, and each one he would sign Blade、so...スナイプスとデビッド・ゴイア監督との関係が悪化し、彼は監督の首を絞めようとしたとも言われています。またスナイプスは自分の顔が映っていないシーンへの出演を拒否し、ダイアン・レイノルズを嫌っていたため、レイノルズは多くのセリフをアドリブで演じなければなりませんでした。 Pick your poison, sun dog, steaks, heat seeking mini rockets. Basically whatever gets you hard, this puppy will pump them out。第3位、マッドマックス怒りのデスロード。マックスとフィリオサは最初はギクシャクしていましたが、徐々にお互いを信頼することを学んでいきました。でそれはなんと主役のトム・ハーディとシャーリーズ・セロンも同じだったとか。 And we were also in the desert for so long. I think everyone was tired and confused and homesick, and we saw nothing but sand for six months. ゾーイ・クラビッツは困難な撮影状況が相まって半年間も砂漠で過ごすとなれば誰もが一度は問題を起こすわと語りました。 We keep moving. No! We keep moving! I don't know what he's talking about! セロンはハーディとの関係が映画の成功要因だと語っていますが、監督のジョージ・ミラーも同意見のようです。第2位、ワイルドスピードシリーズ。サルトメファミリア。サルト。サルト。このシリーズの主役は何年もヴィン・ディーゼルでしたが、ドウェイン・ジョンソンがルーク・ホブスとしてデビューしたことでその状況は一変します。二人の衝突は激しく、時間が経つにつれ徐々に悪化し、8作目でピークに達しました。I'm sending you the coordinates. Head there immediately. I'm done. I want my son. I'll tell you when you're done.撮影中、ドウェインは自身のインスタグラムでビンを臆病者と激しく批判し、こんなに腹の立つシリーズはないと記しました。彼は9作目には出演せず、スピンオフで主演を務めましたが、興行的にはいまいちでした。続きを見る前にチャンネル登録と通知設定をお忘れなく。設定はすべて不定期から選ぶことができます。第1位、スターウォーズシリーズ。How did we get into this mess? C-3PO と R2-D2 を演じた俳優同士が仲良くなかったとは思いもしませんでした。 R2 を演じたケニー・ベイカーは 3PO のアンソニー・ダニエルズの当時の冷淡な態度を非難しています。 Here looks like you boys have seen a lot of action. With all we've been through, sometimes I'm amazed we're in as good condition as we are. ベイカーはダニエルズの人間関係を指摘し、ダニエルズもまたベイカーの役は余計だと言ったと報じられました。しかし2016年にベイカーが亡くなった時、ダニエルズはこれからもたくさんのファンに記憶されていくことだろうと追悼メッセージを投稿しています。 You must come along now, R2. There's really nothing more we can do. いかがでしたか？他の動画もぜひチェックしてみてくださいね。最新動画を見逃すことのないよう通知設定を忘れずに。